皆さんこんにちは。2023年合格ウルトラ合格フルコースの全貌というタイトルで、お話15分程度させていただきます。レック専任講師の水野と申します。どうぞよろしくお願いします。さて、2023年の宅建試験ですね、これから合格を目指している方、そちらのね、皆様にですね、レックで講座開講している講座の、ちょいおすすめのですね、内容、おすすめのパックですね、それをね、カリキュラムをお話しさせていただきます。で、こちらのパンフレットですね、お持ちの方はぜひ見ながらお願いします。最速3ヶ月合格と。で、今本当に3ヶ月合格って非常に厳しくなってます。やっぱり宅建ってそもそも15% とかなんですよ、合格率が。ということは、合格する人が 15% だったら落ちちゃう不合格者 85% いるんですよね。100人いたら85人落ちてるんですよ。で、もちろんもういいやって諦める人もいらっしゃるでしょうけど、いや、リベンジだ、来年こそはっていう人、こぞって受けてるんですよ。そうするとね、いや、3ヶ月どころか、もう1年、2年、3年、10年、もう下手したら30年。私の知り合いの社長もね、27年までは受けてたの知ってるけど、その後は分かんないですけど、そういう人いるんですよ。だから、もう、ベテラン中のベテランもいっぱいいるんですよね。3ヶ月で大丈夫なの？うん、大丈夫です。3ヶ月で短期で合格できるっていう、そのノウハウというかね、そのマインドというかは、他の動画にありますのでね、それ見てください。満点とか完璧主義は絶対いかんのですよ。当たり前です。宅建試験って国家試験の登竜門と呼ばれてて、本当に範囲が広いんですよ。でも、実際取れなきゃいけないところって広いけど浅いんですよ。だからその浅いところでも取るべきところをしっかりやる。だから勉強の仕方で、まずは合格は短期合格は左右します。これ勉強の仕方が悪いと短期合格無理です。で、いろんな難しいことをやって合格して高得点で合格する、それは素晴らしいことなんだけど、その代わりすごい時間犠牲にするんですよ。で、勉強が楽しくなっちゃう、それはそれでいいんですよ。で、勉強が楽しいっていいことですからね。でも本当に受かんなきゃいけない短期で合格ったら、こんな深い勉強じゃなくて、もう浅くとも出るところを徹底的にやる。そのためにはご自身でデータがあれはいいけど、多分ないですよね。そうなんですよ。例えばネットで拾える情報って、いろいろブログとか、あとそうですね、 YouTube とかね、インスタとかも中にはあるだろうし、いろんなね、情報今ネットにはあるじゃないですか。だけどはっきり言って表面的なものだけです。本当に大事なコアとなる情報、こんなの企業秘密ですよ。こんなのオープンにするわけないじゃないですか。だから何がどれぐらい正答率でとか、どこがどれぐらい取れるのか、どこで取ると合格が効率的なのかって、やっぱり情報わかんないですよね。やっぱりね、資格の学校にはそれがあるんです。で、うちはずっとレックは法律で、法律に強いっていう触れ込みで、やってるとこなんですよ。だからね、そのね、受験生の母体とか法律得意な人多い、あとは法律のノウハウ、そして正答率のノウハウ、そういったものがあるんでね、それをバックボーンに作ってるカリキュラムで、ちょっと開いていただくのが8ページなんですけど、ウルトラ合格フルコース、これで、これがおすすめの講座です。で、まずはウルトラ合格フルコースって、まずこの短期合格を目指すスタートダッシュ講座っていうのが3回あるんですが、メインはウルトラ速中35時間完成講座っていうのが15回である。これがメインの講座です。ただその前に初めてやるとか、で、すでにね、勉強してるんだけど今年学校来てみようって方は、別にスタートダッシュってね、見なくても飛ばしてもいきなりでも大丈夫です。ただ初めてやるとか、あと、いや、勉強経験あるけどあんまりちゃんとやってなかったんだよね、独学とほぼ同じなんだよねぐらいだったら、これスタートダッシュ講座受けてください。スタートダッシュ講座で言葉の意味とか、あと全体像をやります。権利行法制限1科目ずつ、2時間半1科目ずつやります。それで言葉とかちゃんと分かった上で、ウルトラ速中本論、それを聞いていただくというのがこれです。で、ちなみにスタートダッシュ講座は、例えば皆さんが学校通って聞いてみたいという場合、学校ではやってません。通信のみ。だから私通信で担当してますが、すいませんけど、私のね、なんか見たくないかもしれないけど、ね、私の顔見ながらやってください、3回ね。で、あと15回はこれ通信でもいいし、あと学校でもやってますか。じゃあその学校でもいい、ね、先生、目の前に教壇立ってる先生に教えてもらって、はい、35時間やる。で、そしたら今度ウルトラ演習解きまくり講座という、これ、解きまくりって言ってもたった6回しかないんですけど、ただ問題を演習する姿勢、
問題解くってその過去問をよくやって過去問をしっかりやれ過去問が合格で大事だよって多分言われるというか、うん、噂というか情報で、いろいろ聞くと思うんですよ。でそれはね本当です。で中には過去問じゃダメだよねっていう方本当にやめてほしいです。過去問です。でそのね過去問じゃダメだっていうこういうご意見吐く方って過去問のね答え丸暗記程度なんですよ。過去問をちゃんとやり尽くしてないんですよ。だからその正しい過去問を解く姿勢ですね。でも口頭で簡単に言っちゃうと例えばね×だったらなんで×かちゃんと言える人に抗議できるぐらい、ね、もう自分で教えられるぐらいにしてください。ここはなんで×って理由を。であと丸っていうのも自信持って丸ってできるのはもちろんベストですけどなかなか大変だったら丸の足を×にする練習、どこを文字どこをどう変えたら他の人引っかかるかなってね、これね出題者の思考回路なんですよ。だから、まあ、問題解くときにただ丸か×か思い出してやるんじゃなくて、ね、理由付けをしっかりする、そして周辺知識も考えて、ね、自分で作文をするみたいな、ね、そういう風にやっていくと、ね、少ない回数でも結構効果あります。で解きまくりがねまあ、6回ってはっきり言って全然解きまくってないんですけど、その代わりといっては何ですか、出た順必勝総まとめというね、これ直前期のまあ大体8月後半から9月のメイン講座です。レックのこの出た順必勝総まとめ講座というのはアウトプットやりながらインプットやるという、だから知識を入れる作業がこの理解スタートダッシュでありウルトラ速習なんですよ。でそれを演習で問題をアウトプットで、アウトプットするとね記憶にもね定着するし理解も知ってるしてないが明確なんですよ。だから理解が深まります。で出た順は問題解いてさらに問題解いた後に周辺知識インプットします。だからただ問題の解説やるんじゃなくてその周辺もやるというね、これ非常にここで知識が結実するところです。そして模擬試験で、もしはねすでにも始まってるところもあると思いますが、出た順やりながらでもありますが実践3回ファイナル1回というね、これ模擬試験って全部で今回レックはパックで4回あるんですよ。十分だと思いますよ。でね模擬試験ってやっぱり各学校いろんな資格の学校ありますがね、予想的観点あるんですよ。でね予想よくあるじゃないですか、的中みたいな、あーこれねごめんなさい、うちのレックもやってますが本当恥ずかしいからやめてほしいです。ね、的中ってするの当たり前です。だって過去問から出るんですもん。で過去問の焼き直しで確かに言い回しは変えてる、でも論点が当たってると的中みたいなね、鬼の首取ったようになんかやるんですけど、もうみっともないからやめてくれよですよ。的中しねえわけねえだろです、金取ってんだぞと。だからね本当にもうねえもうみっともねえなんだけども、まあ出ます。うん、でもねそんなのよりねいい勉強法があるんですよ、過去問です。うん、だから模試とかいっぱい受けた方が的中するんじゃないの、違います。模試ってね変な問題いっぱいあるんですよ。うちのも変なのありますね。うん、でもまだ少ないけど、もうね元々は絶対言えないけど口裂けても言えないんですけど、結構大手でも何このうわもうカス中のカスだね、こんな出方絶対しねえしみたいな、そういう問題あるんですよ。でそういう問題を見てうわこんな風に出るんだ、こういう問題も出るんだって右往左往しちゃう、もう百害あって一利なしだったりするんですよね。だからあんまり受けすんのもなんだと思いますよ、過去問をやる方が重要なんで。で特に短期合格ってこんなにいっぱい問題やるほどの時間ないです。だからもうね時間が余っちゃって、例えばもう2年目3年目とかでベテラン組になると過去問もう覚えちゃうんですよ完全答え。でも何度やっても答え同じになっちゃってもうなんか進まない、刺激がないなんていう時にいろんな模試とか予想問題とかやるのはいいです。刺激を与えるのに、自分自身に刺激与えないと人間成長しないですよ。筋トレとかも刺激与えないと成長しないですよ。だから刺激与えるのも大事だけど、短期合格で、やろうという方は刺激じゃなくて、まだ最低限のことも全部できてるんだから、最低限のことをやるのに必死になってください。したらね、模試とかいろんなところで、ね、受けてる場合じゃない。もうこれで十分。出たところ、多分いい点なかなか難しいと思いますよ。でもそこを修正して、例えば20点だった。20点は合格点には到底及んでないです。ただ模試なんです、模試は模試なんです。ということはじゃあ20点だった復習してその模試を40点になりましたってなったらいいですか、試験の基準すべてを試験基準にしてください。試験までに20点の模試を40に復習でなったら40点です、その模試は。だって試験の時にできるようにしときゃいいんですから。
だから、まあ、そうやってね復習して、まあ、試験までにちゃんとできる問題、みんなが取れる問題をちゃんとねデータにあるから、それをやってください。であと直前対策なんですが、これ10月入ってからやっぱり不安でしょうがないなと、うん、でご自身のお忙しくてご自身の勉強が進んでなきゃ別にいらないんだけど、うん、ただやっぱり直前期勉強したいな、刺激欲しいなっていう時に、これポイント300攻略講座って、まあ、300個ね一問一答でやって論点潰しですっていうのがあるのと、あとデルトコ大予想会って、これ50問のほとんど模試と同じです、テキストは。ただ模試って絶対出ないぜっていう問題も公開模試ファイナル模試には出すんですよ。なんで出ない問題出すのと、本試験もそうだからです。これ言っときますよ。まず絶対試験合格のために満点を狙っちゃいけないっていう大鉄則があるんですよ。でその時になんでかっていうと、もうこれは間違いなく取れないよねっていう問題出すんです。なんでかって言ったら、要はみんなできちゃったら高得点化になって、これ資格の試験って一応目安として合格点が6割から7割だから、50点の試験だったら30点から35点の合格ラインで決着するのが一番いい問題、一番実力を測れるんですって。これあんまりにもね、例えば20点台合格の決着の宅建試験も昔あるんですよ。あまりにもひでえ難問すぎて28点合格とかねあるんですよ。これね失敗です、難しすぎ、うん、じゃあ38点とかっていう年もあるんですよ、宅建簡単すぎ。これね原因あるんですけど、民法大改正でみんなできないだと思ってね、業法制限簡単にしすぎた、したら結構もう今ねいろんなところで情報拾えるから民法みんなできたんですね、それなりに。難しい出し方じゃなかったし、そしたら業法宣言も簡単だったらなんかすげえ高得点になっちゃったんですね。だから38最高なんですけど、あれもね得点失敗ですね。だから、まあ、大体35、まあ、30から35の間で合格点決着できるように向こうさんは作ってます、うん、だからそこら辺なんですよ、うん、結局そのどうにも取れない問題っていうのも作ってなんです、合格問って。だからもしもどうにも出ねえよこんなのっていうのを作って出すんです。だからその問題に右往左往しちゃいかんのですよね、うん、ところがこの出るとこ代表紹介っていうのは基本的にみんな取らなきゃいけない予想でできた、予想をされる難易度での問題です。だから出るとこ代表紹介って本当に全部予想問題で作られている、まあ、この模試みたいなもんですね。あととにかく6点アップっていうのはこれね一番おすすめなんですけど、前日の講座です。前日学校とか行くのじゃないですか。これおすすめはね通信よりも生です。私通信もやりますが、生ではね新宿入れたっていうところでやるんですけど、これねそもそも得点とにかく6点アップって、もう趣旨がね前日ドキドキモヤモヤしている状態を吹っ飛ばせっていうのがこの6点アップなんですよ。で6点アップってすごいですよね。2時間2回で4時間で6点アップする、すげえじゃんと。じゃあ30点ぐらい取れるようにしときゃ36点になるのかと、うん、理屈で言うとそうなんですけど、タイトルはそうなんだけど、これね趣旨ね6点アップ講座って見たことある知識ばっかだと思います、うん、ところが前日モヤモヤして家で悶々としてるとどん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 落ちてっちゃうんですよ、気が。明日どうしよう、できなかったらどうしようみたいな負の方向にね。だけど、まあ、例えば学校来て6点アップ受ける、そうするとあこれできた、これできた、お知らなかった、これ危ねえ、あしてきた、できた、できた、危なかった、これ危なかった、そういう本当に当日もうかなり出るところばっかり、もう予想というかもう大事なポイントだからもう絶対出るぜっていうところを総合さらいするんですよ。でそうするとおここはできる、ここはできる、だんだん自信持ってるんですね。要はあげあげな気持ちで自信を持っていく、あやふやなところを潰すという講座です。だからねなるべくね前日だから通信の方でもまず最初タイトルコールのタイトルの後に言うんですけど、前日聞いた方がいいですよと。だから6点アップってね前日向きの講座なんですよ、うん、っていうのを知っておいていただいて、講座の特定知っていただいて、まあ、最終的に合格ということで、もう本当に試験前日まで全てがパックになったのがフルコースでございます。であとライトコースだとね出た順が入ってないとか直前は入ってないとかね、まあそうやって軽いのもありますが、まあ一応レックのおすすめ、まあなんでフルコースにしてるかったら
合格に必要な全てが入っている、それがフルコースでございますので、まあ、ぜひご検討いただければと思います。まあ、講座の説明はこんな感じになりますけどね、まあ、何はともあれ、まあ、皆さんはね、絶対合格するというふうに決めてください。合格するっていう決意が一番大事です。で、決意をしたら間違った方向に行かないでください。短期合格のためにはいろんなこと、細々したことまでやってると合格レベルに行かないです。もう捨てる勇気というかね、何をやるかよりも何をやらないか、ここはいらない、ここはやらない、ここはやらない、かなりね、テキストに載ってることでも講義で触れないこと多いですよ。で、過去問でも全部、いやいやいや無理、もう絶対ここはっていうところを徹底的にやる。そうするとベースができる。それで合格レベルに持っていくというね、これは短期合格に絶対必要なことなんで、まあ短期合格今からで間に合いますかと。で、まあ無理かなって自分でご自身で思ったら多分無理だから、お金もったいないからやめた方がいいです。だけどよし行くぞ、とにかく受かってない、受かろう、今年受かる、一発受かる、とっとと受かるって言って決めれば3ヶ月でも合格はします。そこら辺はね、ご認識ください。だから周りがどうぞよね、たっけん、いやいや難しいぞ、あんな3ヶ月じゃ受かんねえぞと。それはあなたがわかるですよね、です。あなたは3ヶ月受かんなかったんですよね、でも僕は受かるから、私は受かるかなんで大丈夫です、だから自信持って行ってください。まあ自信持つって難しいですけどね、根拠のなくていいです。とにかく受かるという決意を持てるかどうか、まずこれが大事なんでね、受かるという決意を持ったら、まあ、ぜひね、このレック、東京リーガルマインド、講師一同皆さんのね、サポートをね、全力でいたしますんでね、ご検討よろしくお願いします。以上でございます。はい、それではですね、本日の合格合格フルコースの全貌というタイトルでお話しさせていただきました。ご清聴ありがとうございます。皆さん頑張ってください。